ミック・カーンとデビット・シルビアンミック・カーンはイギリスのミュージシャン、元ジャパンのベーシストとして知られる。ティプロスのニコシア出身で、本名はアンソニー・ミカイリです。ロンドン南部のキャットフォード・ボーイズという私立の男子校で、デビット・シルビアンとその実定であるスティーブ・ジャンセンと知り合い、ジャパンを結成。卒業後に、リチャード・バルビエリと偶然地下鉄の駅で再会し、 メンバー不足だったジャパンにカーンが誘い入れた。ジャパン時代は眉を反り上げ、髪は真っ赤に染め、演奏時に両足詰め先立って横歩きするなど、ボーカルのデビット・シルビーアンにまっさるとも劣らぬ強烈な存在感を見せつけていた。その演奏力は同業者にも高く評価されており、ジャパン時代にはジェフ・ベックのツアーメンバー選定のセッションに招聘されたりもした。 1982年のジャパン解散後は、ソロ活動を、はじめ多くのミュージシャンと組んで作品を残している。有名なものは、元バウハウスのピーター・マーフィーとのユニット、ダリズ・カー、デビッド・トーンとテリー・ボジオと組んだ、ポリタウン、元ジャパンメンバーによる、JBK など。セッションミュージシャンとしても、ノーマンや、ケイト・ブッシュ、デビッド・トーン、ゲイリー・ニューマン等のアルバムの制作に参加した。 日本のミュージシャンとの活動も多く、杉蔵、ホテイトのアルバムに参加、ニナではサポートメンバーを務めている。また、2001年には、佐久間正秀、ビビアンスー、土屋まさみ、屋敷豪太という顔合わせで、ザ・ DP を結成している。1982年、矢野秋子のアルバム、愛がなくちゃねの収録曲、愛がなくちゃねでは、デビッド・シルビーアンと共に、 コーラスとして参加している。土屋まさみとの関係が深く、土屋のソロアルバム、ライスミュージック、ライフ・イン・ミラーズ、ホライズン、モッド・フィッシュ、森の人・ホレスト・ピープルなどにも、ベースとして参加している。また一風堂の後期の作品にも、サポートミュージシャンとして参加している。2001年、進行のある、坂本隆一の呼びかけに応え、 TBS50 周年特別企画番組、地雷ゼロ21世紀最初の祈りに出演し、ジャパンの元メンバーらと共に、地雷除去のためのチャリティーソング、ゼロランドマインを演奏した。2010年6月、公式サイトにて進行性の癌であることを公表。2011年1月4日、イギリスロンドンの自宅にて死去したことが公式サイトのトップページにて告知された。 52歳没。立体的に造形された奇妙なフレージングと独特のメロディ感覚を持った超個性的なフレットレスベース奏者として名高い。もっとも、カーン本人は自身のプレイが完全な独学であること、楽譜の読み書きが不自由であることなどに劣等意識があったと言われる。彫刻家としての顔も持ち、過去には古典を開いたこともある。ありがとうございます。